ようお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日は、ね、2021年2月の12日です。金曜日ですね。フライデーです。ね、この一番屋の腹巻きもね、フライにね、してね、ボーボーして真っ黒な灰にしたいです。いやだにゃ、なんてこと言うんだにゃ。腹巻きボーボーするよ。いやだにゃ、なんで一番屋いつもこんな汚いおしっこ用の腹巻きしてるの？ボーボーする。いやだにゃ、ひどいにゃ。ひどくないよ、これ。燃やすゴミで、ゴミだよ。どう見たってゴミだよ、この腹巻き。おしっこ色。違うにゃん。これは綺麗な黄色だにゃん。ボーボーする。嫌だにゃん。おしっこ色。汚い腹巻きしやがって、こんなもの燃してやる。嫌だにゃん。燃やされたら困るにゃん。俺、この腹巻きすごく大切にするんだにゃん。ボーボーする。嫌だにゃん。これダサいよ、本当にこの腹巻きもガラス玉も。しかもこのガラス玉あれでしょ、エミババアからもらったんでしょ、エミババアのデザイナーとかいうエミババアから。いや、エミちゃんのことバカにするのは許さないにゃん。だってそうでしょ、エミババア。こんなね、デザイナーとか言って。こんなダサい100均のプラスチック玉だよ。違うにゃん。これは高級のガラス玉だにゃん。違うね。これ100均のプラスチック玉だよ。エミババアはね、お前のことなんかそんな大事にしてなかったんだよ。だから、安物のガラス玉、プラスチック玉をね、これ高いガラス玉だみたいなこと言って、ね、騙してお前に使わせてるんだよ。違うにゃん。これは本当に高級品なんだよ。黙れ、ボーボーする。やだにゃん。何これ腹巻き。腹巻きはお前、さ、化け猫になる前してなかったじゃん。なんでこれどうしたの、俺ゴミ捨て場で拾ってきたんでしょ。違うにゃん。俺ちが買ったんだにゃん。な、おしっこりの汚い腹巻き。それかあれかな、これ、おしっこ色だから、ジバニャンのおしっこが固まってできたんでしょ。そんなわけないにゃん。これちゃんとした腹巻きだにゃん。綺麗な腹巻きだにゃん。ボーボーする。やだにゃん。これ腹巻き、おしっこ色、汚い、ボーボーする。やだにゃん。こんな腹巻き燃やすよ。やだにゃん。ボーボーする。やだにゃん。これさ、一箇所さ、切断してさ、メビウスのにしよう、これ。しないにゃん。腹巻きとして使えなくなるにゃん。いいんだよ、腹巻きとして使えなくなって。そしたら、ボーボー燃やすんだから。なんで燃やすにゃん、ゴミだから。ゴミじゃないにゃん、これ俺っちも大切な腹向きだにゃん。ボーボーする。やだにゃん。ボーボーする。ひどいにゃん。はい、朝食です。うどんにね、野菜と卵とね、醤油とあれです、焼きそばのね、粉を入れました。それでは口を開けて、あーん、うどんの味がしますね。うどんはビスパイロ、もしくはコマさんです。はい、ね、俺様がいつもね、お世話になっている、愛さんチャンネルさんからね、俺様の誕生日はもう過ぎちゃったんですけど、これいただきました。なんかローソンのね、クーポンですね、これクーポン、カチカチマークですね、カチカチマークのクーポンで、なんかローソンで機械できるやつで、エビスビールですね、エビスちょっと贅沢なビールですね。はい、このね、ボーン、1890、東京の文字がジバニャンですね。はい、ちょっとこれ、さ、これ上に電気があるから、これちょっとあれ、ライトテラシー、反射してライトテラシーになってます。ね、そう、これをいただきました。去年もいただいたんですけど、そう、いつもね、お世話になっているね、愛さんチャンネルさんがいただきました。愛さんチャンネルさんっていうのは、動物の動画をね、主に出している方ですね。そう。愛さんっていうのは、もともとのね、猫ちゃんですね、猫ちゃん。愛さん、キジトラの猫ちゃんです。で、今は、主にね、ソラくんの、リムのソラくんっていう、まあ、愛さんのね、兄弟分のね、ソラくんの動画を、まあ、主に出されている方です。はい、リンク忘れなければ貼っておくんでね、お前らもよかったらね、見てみるといいんじゃないでしょうか。動物が好きな人はね、いいと思います。俺様のね、動画に出てくる動物はね、まあ、動物やったらぬいぐるみなんですけど、ジバニャンしか出てこないですからね。いや、俺ジバニャンだよ。腹巻きボーボーする。今ね、しかもあれだからね、化け猫が死んでますからね、車に跳ねられて死んだ化け猫ですから。いや、なんてこと言うのよ、俺、自爆霊だよ。腹巻きボーボーする。いやだよ、おしっこよ。なんてこと言うのよ。ね、ということで、愛さんチャンネルさん、ありがとうございます。あ、じゃあこれ、飲むとこまで取らないとね。じゃちょっとこれ置きますけど、編集するのめんどくさいんで、無編集です。あ、わがインスパイルもしくは、コマさんよです。はい、愛さんとそらくんに、乾杯。それでは口開けて、あーん。うん、うん。うん、ビールの味がしますね。エクセレントです。これ本物のビールですからね。発泡酒やっぱり全然違います。俺も最近発泡酒ばっかり、ケチってね、発泡酒ばっかり飲んでたんですけど、発泡酒はね、なんかちょっと酸っぱく感じるんですよね。そう、床屋さんみたいに酸っぱいです。床屋もね、昔から酸っぱいって言うんですけど、これは美味しいですよね。ちゃんと本物のね、ビール。しかもエビスだからね、高級ビールです。はい、ということで、愛さんチャンネルさん、ありがとうございます。はい、それではさよなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボー。ボーボー、ボーボー、ボー。